アイカツはバンダイが発売するトレーディングカードアーケードゲーム筐体データカードダスを使用した日本のアーケードゲームゲームは日本では2012年10月25日から稼働を開始し2016年5月18日まで稼働していたキャッチコピーは国民的アイドルオーディションゲーム DCD を使用した女子向けタイトルとしては プリキュアデータカードダスシリーズが存在しているが、本作では既存のキャラクターを使用せず、バンダイナムコグループのオリジナル企画としてバンダイとサンライズが一から世界観を構築している点に特徴がある。また、本作に限らず、DCD 全般において機種の更新が課題となっていた中で、本作は2012年7月に稼働を開始した、百獣対戦グレートアニマルカイザーに続き、 同時に、女児向けタイトルとしては初めて業務用基板 e s にプラス搭載した新型筐体を使用している。10月25日のゲーム稼働開始に先駆けて、サンライズ制作のテレビアニメが10月8日より、テレビ、東京系列で放送。ゲームアニメの PR 活動を担当する、スペシャルコラボパートナーには、当時 AKB48 に所属していた、板野智美が起用されていた。 2013年10月からアニメが2年目に突入したのとほぼ並行してゲームも第2期に突入し2014シリーズとして稼働開始スペシャルコラボパートナーには AKB48 の島崎遥香が新しく起用された2014年7月27日にアニメ3年目新展開ゲーム2015シリーズが発表され同年10月2日から 稼働開始された。スペシャルコラボパートナーには、レブ・フロム DVL の橋本環奈が新しく起用された。また橋本は、ゲーム2016シリーズでも引き続き、スペシャルコラボパートナーを務めることになった。本来のターゲットである、小学女児だけではなく、年齢を問わず中学生、高校生、そして、青年層を主体とする大人までと、女性プレイヤー層は、かなり幅広い。 10年前に、キッズ向けアーケードゲーム、オシャレ魔女、ラブベリーを遊んだ世代が成長して、今は、アイカツを遊んでいるという。子供連れの場合は、親子でプレイするケースも、かなり多い。アイカツおじさんと呼ばれる、成人男性ファンもおり、本来女子向けのゲームを、成人男性がプレイすること自体は悪いことではない。ものの、筐体を占拠したりという問題行動を起こす。 大人のプレイヤーも見られ、問題になっていることや、小学生女児5人組がプレイ中の成人男性から、カードのトレードを装って、レアカードを盗むという事態も見られたりしている。同社によると、ユーザーは、コアターゲットの小学1から3年生女児が8割以上で、大人の男性は1割以下という。IC カード登録者数は2014年12月現在で150万人を、 突破している。2016年5月より新シリーズアイカツスターズに行降同月18日をもって稼働を終了した。アイカツスターズでは IC データの引き継ぎや今作アイカツカードの使用は可能となる。2017年10月で稼働開始から5周年の節目を迎える。これに合わせ同年8月より本作とアイカツスターズ。 のコラボ企画を展開し、8月30日に特別番組、みんなのアイカツ。星の明かりで夢を見てが放映された。2018年1月に新シリーズ、アイカツフレンズが発表となった。同年4月より稼働。2019年8月には新シリーズ、アイカツオンパレードが発表された。同年10月から稼働。 2020年8月には新シリーズアイカツプラネットが発表された。同年12月しており、筐体が3代目に一新される。アーケードゲーム版とアニメ版では、リアルタイムでリリース連動性がある。ただ、アイカツ8の例でも見られるように、ストーリーとゲームランキングではユニットが変わる場合がある。また、アーケードゲーム版においては登場キャラクターも参照。 シリーズによって可変する。また、アニメ版において、第4シーズンでは、ルミナス、ジャパンツアーなどで、徳島県とハワイ島が絡むエピソードがないために、アレナダは、ズキとモニカキキーに関しては、未登場である。マイキャラパーツは各タイプ2種類ずつ顔パーツが用意、されている。マイキャラの声優は、後継作、アイカツスターズ。でも、全員続投している。 キュートブランドクールブランドセクシーブランドポップブランドテレビアニメでは第36話より登場ゲームでは2013年6月13日に稼働開始の第5弾においてソレイユトとトライスターによるイベントが開催2014シリーズ第3弾2大学園対決イベント終了時にドリームスター結成2014シリーズ第5弾相かつ8大投票開催 アイカツ8はアニメ版、ゲーム版とメンバーが異なる。突起がない場合の話数はアニメ版とする。アーケードゲームと任天堂 t e ー d 3DS 用ソフトが開発されている。台湾台北市の新港三越台北駅前店に設置されたアーケードゲームとプレイする親子連れ2012年10月25日より2016年5月18日まで稼働していた。 あらかじめ用意されたキャラクター以外に学生証を使用する場合は誕生日、年齢、マイキャラネームを登録し、マイキャラパーツを組み合わせて作成したオリジナルキャラクターが選択可能。遊び方100円ごとに1枚排出されるアイカツ。カードのアクセサリートップスボトムスシューズを組み合わせてキャラクターをセルフプロデュースし、オーディションパートへ進む。 オーディションパートは BGM に合わせて赤、黄、緑のボタンを画面の指示に合わせて押していくリズムゲームになっており1プレイ中3回発生するアピールと呼ばれる特別なアクションを成功させるとボーナス特典が加算される。なおカードを使わないノンコーデ状態でのプレイも可能であるがアピールの特典も相当低くなり一般にはこの状態でのプレイではステージをクリアする。 ことは難しく、ノーミスでも不合格になることもある。コーデの得点とリズムゲームの成績の合計が最終得点となり、IC カードを使用する場合は、プレイごとの得点がファン数として累積される。経験値が一定数以上に達すると、ランクが上がり、各種ボーナスやマイキャラのパーツが追加されていく。また、 IC カード登録者は公式サイトからアイドルックに登録すれば友達登録をしていない遠くにいるプレイヤーとウェブともになれたりマシンでのプレイデータがウェブ上のそれに反映され最新のファン数やランクなどを PC、スマートフォン、タブレットなどでも確認できるほかマイルームの模様替えパーツなどもゲームのクリアや使用カードの枚数などによって増えていきマイルーム内のドレスアップも 可能になっている。最終得点が合格ラインを超える、または対戦形式で1位でプレイを終えた場合、合格となり、プレイに応じた、経験値やファン数、ご褒美アイテムなどが追加される。一方合格条件に満たなかった場合は、不合格となるが、合格時よりも得られる、経験値やファン数は少なくなり、ご褒美アイテムももらえない。二人対戦プレイ時には、 勝者側が合格、敗者側が不合格の扱いになる。また、筐体ごとにランクインした場合は、合格不合格のプレイ結果に関わらず、ランキングに表示される。プ、チグミ、チャオ、小学1年生、小学2年生2012年12月号で募集されたドレスデザインコンテストでグランプリに選ばれた七色マカロンコーデは2013シリーズ第3弾。 2014年1月号でグランプリに選ばれたハッピーアンブレラコーデ2014シリーズ4弾にカード化された。また2015年1月号で応募されたアクセサリーデザインコンテストでグランプリに選ばれたハッピーコールヘアアクセは2015シリーズ4弾にカード化された。2014シリーズより IC カードがリニューアルされ最初のプレイでデータが引き継がれる。 2013シリーズのマイキャラネーム、ファン数、マイキャラパーツ、リボン、チームメイト、アイテムは引き継がれるが、アイドルランク、各キャラクターのチームメーター、各ステージの合格情報はリセットされる。年齢や誕生日は変更可能。仲間にしたアイドルは一度外されるが、再び仲間にすることができる。2015シリーズより完全オンライン化され、 全国のマイキャラとユニットを組んでオーディションに参加できるようになる。2014シリーズのマイキャラネーム、アイドルランク、ファン数、マイキャラパーツ、アイテムは引き継がれるが2014シリーズまでに登録したチームメイト12星座すべて完成していない星座の証は引き継がれない。各ステージの合格情報はリセットされる。年齢や誕生日は変更可能。 各キャラクターのチームメーターはなくなり、仲間にしたアイドルはアイドルチケット仕様でプレイできる。2014シリーズまでのリボンはチャームになり、チャームは3つまで装着ができる。登場キャラクタープレイヤーが使用可能なキャラクター稼働終了時点での最終的な使用キャラクター、マイキャラとジャパンツアーモードのステージクリアで解禁されるキャラの使用には IC カードが必要だった。 キャラクターごとの性能差はないが、各キャラクターが持っている星座の証と同じ。星座ドレスを着用すると、星座の証チャームがなくても、星座アピールを出すことができる。マイキャラとアイドルチケットのキャラクターと、ストーリーモードクリアで解禁されるキャラクターは、IC カードを未使用時には使用できない。二人プレイ時の同キャラの使用及び一方のマイキャラの使用はできない。また、 一部の期間限定ステージでは使用キャラクターが固定されることもある。アイドルチケット用解禁キャラクターは IC カードによるデータを作成した上で特定ステージを3回2014シリーズまでにクリアすることにより解禁される。2014シリーズまでにアイドルたちを仲間にしておくと2015シリーズからはアイドルチケットと呼ばれるチケットを各キャラクター99枚もらうことができ。 2014シリーズのキャラクターを引き続き使うことができる。また、アイドルにチャレンジのステージでは、レアドレスを着た、レアチケット。また、みやび、ここねは何回使っても大丈夫なチケットで呼ぶことができる。IC カードに持ちきれるチケットは、最大9枚で、持ちきれない残りのアイドルチケットは、アイドルックに送られ、必要な時に、ダイデータスポットにて引き出すことができる。 2015シリーズ第2弾からはアイテムが99個持てるようになり、バンダイデータスポットに受け取りに行く必要がなくなる。アイドル区で、アイカツコインとアイドルチケットの交換可能。2016年シリーズ第2弾現在ノーマルチケットは、アイカツ、ジャパンツアーモードでのみ入手可能。2015シリーズ第5弾の、アイカツ8大投票2015期間中は、 オーディションモードの投票可能ステージでチケット消費なしで通常使用できる。アイドルチケットで使用可能なキャラクター CPU 専用キャラクター、現行登場するキャラクター過去に登場したキャラクタースペシャルステージ専用キャラクター対応チケット、消費で使用可能。衣装は変更できない。収録曲、相イ主題歌、挿入歌を参照。 リリースシンデレラレッスン任天堂 t e ー d 3DS 用ソフトアイカツシンデレラレッスンバンダイナムコゲームスバンダイレーベルより2012年11月15日発売このゲームの主人公はイチゴ、青い、ランではなくプレイヤーが髪型、髪色、表情を組み合わせてエディットするオリジナルキャラクターであるプレイヤーはスターライト学園の編入生となり 複数のミニゲームをこなしながら、ミニゲームの成績に応じて手に入るカードを集めて、学園ナンバーワンの座を目指す。オーディションパートはインストゥルメンタルの楽曲のみで、内容もアーケードとは異なる。キャラクター設定は異なるものの乙女、ユリカも登場し、パスワードによって、桜、カエデ、ミズも使用可能となる。二人のマイプリンセス・ニンテンドー 3DS 用ソフト、 アイカツ。二人のマイプリンセス。2013年11月21日発売。主役は再びオリジナルキャラクターだが、今作ではスターライト学園とドリームアカデミーで一名ずつ作成し、それぞれで頂点となったキャラクターのユニットでスペシャルステージが解禁される。オーディションパートはアーケードとほぼ同じ内容で、楽曲もアーケードから十曲を収録。なお、 前作にあったフリーモードの選択肢は廃止され、ストーリーモードのみでプレイ可能になっており、最初のオーディション場面では、コーデの一部やパートナーが決められた条件でプレイしなければならないが、オーディションをクリア後は当該オーディションにて、コーデやパートナーを自由に選択できるようになり、実質フリーモードになる。また、パスワードによって、水木、マリア、アカリの各キャラの出現も可能となっている。 365日のアイドルデイズ・ニンテンドー 3DS 用ソフト、アイカツ。365日のアイドルデイズ。2014年12月4日に発売された2015シリーズより主人公となる大空、あかりたちがメインのニンテンドー 3DS ゲーム第3弾。全2作とは大幅に内容が変更されており、基本的にはスケジュールにてライブモデル、女優の仕事を、 セルフプロデュースし、進めていくようになっている。通信機能や追加コンテンツなどの機能が大幅に強化されており、BGM なども新しくなっているが、その反面、任天堂 3DS の目玉機能である、上部画面の 3D 表示が廃止されており、それには対応していない。2014年12月に公開の劇場版とコラボし、 劇場内で新曲とステージのダウンロードが可能で、全売券特典や入場者特典のカードで映画のコーデがゲームで使用できる。マイナンバーワンステージ。ニンテンドー 3DS 用ソフト、アイカツ。マイナンバーワンステージ。2015年11月26日発売。主役は主要キャラクター21人の中からの選択制で前作までのマイキャラ作成機能はない。 キャラごとに開始地点と初期コーデは異なるがゲーム内容に違いはない。内容はスゴロク風マップを自由に移動しながらファンや仲間を増やし大会に出てトップアイドルを目指すトップアイドルロードとフリープレイ PV モードアイからの4つ。基本登場アイドルは39人と前作から大幅に増えた。雑誌の QR コード等で4人追加でき、 全43人登場する。基本収録曲は16曲。初回特典として、事前投票で選ばれた4曲の無料、ダウンロードコードが封入。さらに有料追加コンテンツとして55曲がダウンロードできる。相ら向けのヘッドセット付き数量限定版も同時発売された。いずれもダウンロードは無料で、一部アイテム課金制。配信元は、 バンダイナムコエンターテインメント。アイカツ。ミュージックビデオメーカー iOS 用に2014年8月6日より配信開始。アンドロイド用に2014年9月24日より配信開始。アイカツ。フォトオンステージ。iOS、アンドロイド用に2016年1月28日より配信開始。開発元は DNA。略称はフォトカツ。 ジャンルはリズムゲームで内容はプレイヤーがスターライト学園の生徒として新たに開発されたライブシミュレーションシステムアイカツフォトシステムを使ってアイカツをするというものプレイヤーは様々なアイドルの写真を集めて8枚のユニットを編成しライブパートを交えながら各シナリオを進めていく本編中のキャラクターはすべてアニメ版の 半券イラストであり、いわゆる 3DCG モデルは使用していない。カードはキャラクター別に4種類のジャンルの様々なドレスを着た、フォト仕様となっている。ドレスは2016シリーズまでに登場したドレスのほか、本作の新規ドレスやイベント連動での期間限定ドレスも多数登場。カードは魅力伝授やドレスアップなどにより強化することが可能。楽曲についても、 既存の楽曲に加え、本作オリジナルの新曲も多数登場する。また、ガチャについても、バンダイナムコ系で、監修的に用いている、ガシャではなく、お出かけという本作独自の故障になっている。本作は、ハートポイントを使用したお出かけとスターを使用したスペシャルお出かけの2種類があり、11連でのスペシャルお出かけでは、SR 以上のカードが1から4枚出現する。 バンダイ関係の開発人によると、スマートフォンを媒介とするアプリケーションでは、ターゲットユーザーの年齢層が上昇し、スマホを所持していない女児が遊ぶことができない懸念があったが、相つ、みんなで応援アプリを、親のスマホで遊ぶ子供が多く見られたため、DCD アーケード版よりも多くのファンが容易に遊ぶことができるゲームを当初の目的としている。 シナリオに関しては2016年8月31日アップデート時点においては劇場場内カツスターズの単独ストーリーを除くとアニメ4部の世界観を利用しておりアニメ版では表現できなかったスピンオフアフターストーリーで構成されているがイベントシナリオは実際の開催時期の季節も考慮している事前登録の段階で38万人を突破し リリース後2日間で35万ダウンロードを突破した。2016年8月10日より劇場版と連動したキャンペーンも兼ねて、後継作であるアイカツスターズのイベントキャラクターフォトの提供を独自シナリオと同時に開始した。劇場版関連におけるフォトカツのイベントは同月29日のアップデートで終了し、以降はアニメ4部のイベント進行。 フォト提供に戻っていたが、同年9月9日アップデートの通常お出かけから、イベント時に限定お出かけだった、PR 白鳥姫、SR 霞真昼、SR 沙乙女やこのフォト提供を再開している。劇場版イベントのストーリーもこれまでのものとは、完全に独立しており、同年10月8日には、スターズキャラクターのシナリオも追加された。同年10月28日には、 スターズ独自イベント開催告知と同時に、スターズに登場するキャラクターと共存のタイトル画面になる大幅アップデートが公表され、11月29日のアップデートでは新たにファンクラブ機能が追加された。同年11月30日より、ホトカツ8大投票が受付開始され、2017年1月27日に最終結果が発表された。 2017年7月31日には、シリーズ5周年のコラボイベント開催告知と同時に、スターズの第2シリーズ、星の翼に登場するキャラクターと共存のタイトル画面になる大幅アップデートが公表された。2017年10月12日のアップデートでは、新たにファンクラブ内のアイドルを強化できるチャーム機能が追加された。2018年1月19日には、ホトカつ、 2周年記念をして特設サイトでのユニットカップの結果発表をしている。また、好きな PR 提供も期間限定で行っている。2018年7月11日をもってサービス終了となった。サービスは2021年1月27日に5周年を祝うために戻ります。また、イベントについて2017年10月12日アップデート 以降の形式は以下の5タイプある。2012年10月8日から2016年3月31日まで全178話がテレビ東京系列にて放送。サンライズが女児向けのテレビアニメ作品を制作するのはママは小学4年生以来約20年不利となる。番組終了時次回予告の前にはミニコーナーカツ格言が入っていたが、 フォースシーズンでは、ステージダイアリーに差し替えられた。2015年4月2日放送の第127話からテレビ、東京系列での放送時間が毎週木曜18時30分19時に変更され2年ぶりの移動となり、サンライズの分社化の影響で、アニメーション制作もバンダイナムコピクチャーズに変更された。全国各地の商業施設に期間限定で、あいかつ。 オフィシャルショップがナムコの運営で出展されている。施設によっては複数回出展されたり、比較的長期間出展しているところもある。2016年5月中旬より新シリーズの移行に合わせてアイカツスターズ、オフィシャルショップにリニューアルされた。ショップ内にはミニアトラクションコーナーも設置されており、ゲームの結果に応じた景品がもらえる。玩具、書籍、 CD といったアイカツ関連商品をはじめオフィシャルショップ限定商品も販売されている。また購入額に応じてプロモーションカードももらえる。オフィシャルショップではアイカツ。作中に登場したキャラクターが公式サポーターを務めており、一定期間ごとに担当キャラクターが入れ替わっていたアイカツのアパレル商品や雑貨を取り扱うアイカツスタイルが バンダイの運営で東京都内に1店舗常設店が出店されている。また常設店以外でもウェブサイトや上記のオフィシャルショップ、商品取扱い店舗でもアイカツ、スタイルレーベルの商品が販売されている。ただし、玩具の販売は行っていない。2020年12月のアイカツプラネット、展開開始時に現在の称号に変更。アイカツ、 ライブイリュージョンは2014年8月16日から20日まで東京国際フォーラムで開催のアニメキャラによる初のライブ公演。ホログラム映像とプロジェクションマッピングを使用しアイドルによる歌唱のほかトークやファッションショーも行う。ナイトタイム限定でスターアニスも出演。ホログラム監修は杉本寺。人気を受け相活。ライブ。 イリュージョンスペシャル上映会と題し、東映配給で2015年2月21日22日に全国生劇場で劇場公開された。セットリスト販売トラブル E プラスでのチケット販売において人為的な不手際により重複販売するというトラブルが発生した。そのため一部公演について、 販売枚数の上限を超えてしまうという事態となり、ナイトタイム公演でチケットを用意できなかった、購入者に対し振りえ希望を募る対応を取った。ハコビジョン版2014年8月16日に、3D ホログラムライブが楽しめる、ハコビジョンアイカツ。ライブイリュージョンがプレミアムバンダイ他一部店舗で限定発売。第2弾、アイカツ。ミュージックフェスタは、 2016年3月19日から21日まで TDC ホールで開催のスターアニスとアイカツスターズによる2017年3月25.26日にはホトカツプレゼンツアイカツミュージックフェスタ2017がパシフィコ横浜国立大ホールで開催前述したホトカツのプロデュースイベントで ついたちめは、スターズの楽曲を中心に構成され、二日目の、ファミリー会は、t v アニメとスターズのショートサイズが、ナイトタイムは、t v アニメと本作の楽曲を中心に構成された。なお、昨年3月で、アイカツスターズを卒業したものに代わり、リエが、ヒカミスミレを、フーリが、ナツキミクルをそれぞれ担当した。年月日には、 アイカツ。ミュージックフェスタインアイカツ武道館。が、日本武道館で開催され、合わせて2018年1月8日にアイカツ。ミュージックフェスタ4フ,ファミリーも TDC ホールで開催された。2014年12月30日にインターネット配信特番として、紅白アイカツ合戦が YouTube、y o u t e a m バンダイチャンネル、ニコニコ生放送で、 放送配信された。出演は、松沢千明、藤原、橋本環奈。学園やユニットを声紅白に分かれ繰り広げられ、公式サイトで投票を募り番組内で結果、発表された。2014年12月31日には優勝した、組のミュージックビデオ1弾。2015年1月6日には2弾が、配信された。1弾では、藤原宮風。 さわそら、紅林修理で、薄紅デートリッパーと、白組スターライト学園全員で、チャイニングライン。二段では、一ノ瀬カエで、アリス川乙女で、ポッピンバブルズと、星宮イチゴ、キリアオイ、紫ブキランで、ブルーミングブルーミングを公開。アイカツ。シンデレラレッスンに関する、カテゴリー、アイカツ。二人のマイプリンセスに関する、カテゴリー、アイカツ。 365日のアイドルデイズに関するカテゴリーアイカツ。マイナンバーワンステージに関するカテゴリーアイカツ。フォトオンステージに関するカテゴリー。ありがとうございます。